菊場教えて。どうも、塾長の松永です。今日も、前回に引き続きまして、堀内恒雄さんにいろいろと対談でお話を聞きます、契約こう書いてあるじゃないですか、あの契約っていうのは事前ですか、それともその場行っていきなりですか。行っていきなりですか、どんな感じでした。頭来たり しました堀内さん。するよ。しました、だって相手はプロだ、はい、こっちはお前素人や、はい、騙されるに決まってんじゃん。普通に金額聞いて、そこで金額を聞いて交渉してあげるってことはなかったですか。あるよ。あるし、あげなかったこともあるし、下げてる時。僕の話していいですか。僕かなりいつもふっかけるんですよ。例えば自分が3000万ぐらいしか、本当は3000万ぐらいだなと思ってるじゃないですか。5000万ぐらい言うんですよ、いつも。で急なんかこう、5ってこうそういう顔するじゃないですか。当然ですよね。だって向こうは3000いってないんですから、2200ぐらいしかいってないんですから。でそこで自分で1000万ぐらいポン、じゃあ分かりました、1000万折れますよと、呼んでいいですよっていうのがあるじゃないですか、それでもやっぱ向こうは乗り気じゃないですよね。でどん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 こう自分がこう下げていって、僕も下げたんだからちょっと上げてくれませんかって交渉。それは交渉上手ってやつよ。だからそれずっとやってました。だから君はうまいんだよ。俺たちはだからそんなのやったらお前すぐ電話かってくると。あ、そうですか。おい、お前何しとんねん。若い時はしてないですよ。ある程度こう力がついてから。いやいや、力があってもなっても。あ、そうですか。ただ、はい、1回だけ揉めたのは、はい、26勝ったんだよ。はいはい、26勝な、はい、でその時の給料が1200万だった。はいはい、はい、今でいうとどのくらいですかね。どのくらいだろう。前8000万から9000万じゃない。で、1200万年俸だよ。はい、それで川上さんが、堀内お前行ってこい、契約の時はちゃんとやってるから日本以上は行ってるから大丈夫だよって言うわけ、はいはいはい、行ったんだよ、はい、1800万だよ、はい、おいちょっと待てって言ったの。だって川上さんがお前2000何百万って言ってるのに、お前なんで1800万なんだよって言ったの、はいはいはい、汚ねえやな川上さん、はい、川上さんの奥さんから僕の電話かかってすごいですねそれも。それがキャンプ行く2日前でさ、はい、俺で言われて次の日ってすぐサインしたよ。あ、だそれが生涯の、ね、一番最高年俸だ俺は。騙されたよな。いや、当時の上田さんは年俸に関してはもう一切口出ししなかったですよ。ただ選手の年俸はしてたみたいですけど、うん、ただ僕らの時代って堀内さん1年目からまあドーンと勝ちましたよね。でもらってアップしたじゃないですか。でやっぱりそのアップの率って結構あるじゃないですか。阪急って5年間上がらないんですよ。どんだけ3割打っても 100% アップなんてないんですよ。そう、はい、でその5年間の平均値出すんですよ、平均ポイント。でそのポイントを出して、それを基準に6年目から上がっていくんですよ。でどうしてもおかしいや。でこの5年間を我慢したんで、30過ぎた時に 1,2 年ぐらい成績悪かったとするじゃないですか、これダウンしないんですよ。いや、それもおかしい。現状維持だって言われたんですよ。だからここ我慢してくれなって言われたんですよ。プロ野球の年俸ってのは、今年やったやつが来年の給料に反映するわけだから、はい、悪いやつ落としゃいいんだよ。だから多分給料が若いのに上がっていくと、多分阪急は財政がなかったんで、多分抑えるための、契約だったのかなと。巨人はね、そういうことはなかった。だから阪急はあったんですよ。若いからあんまり給料やるなとは言うで、はいはい、うん、だからそれも俺が典型だよ。あ、僕もだからありましたよ。福本さんが7200万ぐらいだったんですよ、年俸が。で当時私が3600万ぐらいを自分でいけると思ったんですよ、そしたらいきなりこう交渉に入ると、松永お前何年目だって言うから、はい6年目です、福本何年やってると思う、あ十何年やってます、お前半分も行ってないのに半分行くっておかしいと思わねえかって言われました言われました。ああそうですねみたいな感じで。いやだからそういう交渉上手がいるから君も上手くなったんだですよね。巨人はどうしないもん、 ある程度のところまで上げちゃって、はい、そしてそこのところ行ったりしてですね。あ、だから1000万には4年目になって、はい、で1000万と2000万の間を行ったり来たりしたんだ。だから1000万っていうことは今で言うと大体5000万ぐらいですか。いやいや、もっとだよ。7、8000万。だって700万で家買えたんだから東京。ああ、すごい時代ですよね、年俸ですよね、だからね、俺騙されてんだよな。だって26買って1800万になってさ、はい、次の年17なんだよ、はい、でただダウンだよ、ダウン1600万にダウンだよ。ああ、じゃあ元に戻ったんですか。
いや元は1200万だ。あ、じゃあ少しだけダウンですか。だからね、ひどいね、あの球団一番安く使ったんじゃない。あ、巨人でもやっぱり交渉ってやっぱりね、各球団やっぱ違いますもんね。うん、まあ巨人の場合は まだ出すよ。いい方ですよね。出す、ね、うん、だけどね、巨人もいい加減だったね。あ、うん、やっぱり あの口約束ってありましたか。いや、そんなのなかったね。ほら、だからその5年間口約束ですよ。うん、だから上がりすぎちゃって、巨人の場合は5年間もクソもないんだよ。その年に良かったら上げるよ。あ、1年目でもですね。うん、1年目でも上げますよ。だ、当時ね、羨ましかったんですよ。他の球団が3割打ったら 120% アップっていくじゃないですか。俺、うん、はどんだけ頑張っても 40% ぐらいしか上がんなかったんですよ。あ、それはなかったね、巨人は。だからもうそれがあったんで、1000万円プレイヤーだから昔はね、はいはい、今1億円プレイヤーだから、はいはい、どのぐらいで、あの投手の中で一番年齢でトップ。4年目ですか、うん、ってことは22ですか。22、これじゃすごいですね。やっぱアクタゴですよね。いや、そっから半年目。いや、だから今聞いて福本が7500万、7200万ぐらい。そんなにもらうかよ、俺たちが1800万一番上だもん。いやー、じゃあ俺ももらってもよかったなですね。福本さんが7200万ぐらいの時にどのぐらい。俺1800万じゃないか。そんな低いんですか。だって5球団のエースがいて、でも福本さん1億円の保険かけましたよ、足に。だからそれは球団かけたんだ。はい、でもで、その当時が7000何百万ぐらいでした。いやいや、俺はもうだから給料とすればピッチャーの中では一番上だったから、俺が一番上がんなかったから、はい、結局他のやつが割り食ったってみんな怒ってるんだよ。